入れ墨って現代だと怖いイメージがありますよね。解説の霧雨マリサです。温泉に行くと入れ墨をしている方はうんちゃらと書かれていますが、普通に温泉に入っていますよね。白霊霊夢です。和人が入れ墨をしていたって信じられますか？コンパク用夢です。今回は和人の入れ墨から見た邪馬台国を題材にしたいと思うぜ。今までは伊都国の位置だったり、和種の場所だったり、地理的なものから邪馬台国を考えてきたけど、今度は和人の風習から邪馬台国を探ろうってことだよね。魏志和人伝には邪馬台国の場所だけではなく、和人が亡くなった時や、占い、人間性、家の様子など様々なことが記録されている。魏志和人伝では、和人の様々な様子が描かれていますから。それじゃ、最初に超簡単に前回までの復習から入っていきましょうか。魏志和人伝の記述だと、邪馬台国連合女王国の東の海を渡った場所には種がいると記載されている。邪馬台国九州説であれば、大分県の国崎半島を渡った先に、本州があり和種の居場所が存在するんだよね。それに対し、邪馬台国近畿説を採用すると、伊勢湾を渡ったり、琵琶湖を海としないと和種の存在場所がなくなってしまう。邪馬台国近畿説だと文献に対する記述と整合性が取れないと感じた次第です。魏志和人伝には邪馬台国の北に伊都国があると書かれているぜ。邪馬台国の北に伊都国があるなら、伊都国の南には邪馬台国があることになるよね。伊都国の位置は現在の糸島市だとか太宰府だとか、吉野ヶ里遺跡だとか言われるんだけど、大半は九州から出ることはない。邪馬台国近畿説を採用してしまうと、伊都国の位置は南西ってことになるんですけど。魏志和人伝に邪馬台国の領域は、那国が境界だと記録されており、邪馬台国の北端は福岡平野までだと考えたわけだ。南にも熊蘇がいて、西は国崎半島までとしたんだよね。魏志和人伝の文章を普通に読めば、九州に邪馬台国があったと考えるのが妥当だと思う。邪馬台国は九州全土も統一していないし、和国の地方政権の一つって感じかしら。邪馬台国の女王である卑弥呼が和王となれたのは、地理的に有利な条件が働いた部分が大きいと感じる。北九州にあれば調降はしやすいでしょうね。和国の他の国が中華王朝に調降しようと思っても、邪馬台国が邪魔で調降はできないと感じるんだけど。これで、前回までの復習が終わったわけだ。それじゃ、本番の入れ墨文化の話に入っていきましょうか。魏志和人伝では国国の記述の後に、次の記述がある。和人の男子は誰もが顔や体に入れ墨をしている。これが芸面分身と呼ばれているんだよね。現代では信じられないかもしれませんが、魏志和人伝には、和人の男性は皆が顔に入れ墨をしていたと記録されています。中国で入れ墨を考えた場合に、幸運や UFO に仕えた芸婦が有名であり、罪を犯し刑罰を受けた者が顔に入れ墨を入れられている。それに対し和人は自分から顔に入れ墨をしていることを知り、正史三国志の著者である陳寿は、和人の入れ墨の風習に驚いて、記述したのではないか？ともされているんだよね。さらに、和の使者が中国に来訪するときは、皆が自分のことを大夫と称していると記録されているぜ。中国人にとって顔に入れ墨をした和人が大夫と称してやってきたら、かなりインパクトはあったように感じるんだけど。邪馬台国の大夫であるなしめは義の略用まで言った話があるんですけど、顔に入れ墨が入っていたら、かなりの噂になったんじゃないかしら。なしめと副官の年ごりら和人見たさに、略用では行列ができたのかもしれない。義の朝廷では皇帝の徳を慕って和人がやってきたとか、宣伝したのかもしれないけど、卑弥呼は調香品として聖香と呼ばれる奴隷を送った記録があるんですけど、顔に入れ墨が入った奴隷は意外と物珍しさに重宝されたのかも。魏志和人伝には和王朝の将校と和人の入れ墨を結びつけたような記述がある。かの将校の子が会計に報じられると、髪を切り身体に入れ墨を入れて、水地や竜の害を避けたとあるんだよね。和の水人たちはよく水に潜り魚や貝を取っているが、身体に入れ墨をするのは同様に大きな魚や水上で生活する鳥を追い払うためであり、それが後にだんだんと飾りになったと記録されているぜ。陳寿は和人の風習と会計に報じられた花王朝の将校の子を合わせて説明していますが、花王朝は二里島遺跡だとする説も存在していますが、陰後期の甲骨文にも、花王朝の存在が書かれておらず存在は不明です。
に離島遺跡の王朝が海景まで勢力を広げたことは確認することができず、花王朝と和人の風習は大して関係がないと考えた方が無難に感じる。に離島遺跡に王朝があったことは間違いなさそうなんですけど、花王朝と呼んでいいのかは不明ですよね。に離島王朝って呼んでおけば、間違いはないと感じるんだけど、三国志の世界だと和の位置が海景の東にあるのではないか?と普通に考えられていたともされており、海景は花王朝の始祖である宇野光栄とされる越王光線の本拠地でもあったわけだ。海景は宇賀諸侯を奉じて、海景を行った場所ともされていますから、こうした事情から花王朝と和人が関係づけられたのではないか?ともされています。さらに、記略では和人が後の大白の光栄であるとする伝承を、述べたとする記録もあるんだけど、この部分は陳述は事実ではないと考えたのか、正史三国志の本文には記載してはいない。後の大白は弟の喜歴に位を譲るために、衆を去り入れ墨を入れた人物でもあるんだけど、大白の弟の喜歴の子が衆を交流させる衆の文王となります。なお、和人が漁業を営んだとありますが、日本列島では牧畜が行われておらず、タンパク質などの栄養源は魚介類から摂取していたことがわかっている。岸和人伝にも和国には家畜がいなかったような描写がありますし、それらを考慮すれば、和人が魚を取っていたのは本当のことでしょう。和人の入れ墨は国ごとに異なっていたと記録されており、国によって模様が違ったとも記録がある。和人の入れ墨は左に入っていたり右に入っていたり、大きかったり小さかったりしたとあるんだよね。他にも、入れ墨により身分の区別をしていたとあり、入れ墨で尊卑の差があったとされているぜ。日本の各地で芸面土偶や芸面絵画が見つかっており、和人が顔に入れ墨を入れていたというのは本当のことだと感じている。でも、和人は入れ墨で尊卑の差があったとは記録されていますが、どのような入れ墨が身分が高かったなどは分かってはいないんだよね。それでも、当時の和人社会では入れ墨を見れば、出身地や尊卑なども一目瞭然で分かったのだろう。でも、入れ墨をしてしまったら、身分の変更はできないってことかしら。入れ墨を足していくとかだったら、いいのかもしれないけど。ただし、内陸で暮らす人々は入れ墨が、入っていなかったのではないか?とする説もあるぜ。入れ墨の記述の最後に、和までの道のりを測ってみるに、海景や東地の東方に位置するのではないか?と陳述はしていますが、実際の距離はずれていると言ってよいでしょう。ちなみに、五感書では海景東野の東と書かれており、さらに580キロほど南の地点となっております。東地と東野って文字は似ていてややこしいんだけど、当時の中国の人々が和国は中国の東南に位置し、儒教の教えも加わり和人の入れ墨の話になったとする説もある。この辺りは、和人は入れ墨をしてはいなかった説と合わせて後ほど解説します。邪馬台国で言えば九州説と畿内説を中心に未だに、論争が行われている状態だ。先に紹介したように、和人は芸面分身と呼ばれ顔や体に、入れ墨をしていたことがわかっています。九州地方や中部地方などで実際に芸面土偶や芸面絵画が発見されており、和人が入れ墨をしていたのは事実だと考えるのが妥当だと感じる。しかし、近畿地方では芸面土偶や芸面絵画が発見されてはいません。これは意味するところがありそうですね。大和王権の本拠地である大和盆地にも芸面土偶や芸面絵画が発見されておらず、和人の風習を考えれば近畿に邪馬台国があったというのは無理がある。やっぱり、大和王権は和人の国ではなく和種の国って感じかしら。邪馬台国当選説を述べる方もいるんだけど、邪馬台国が西から東に移ったのであれば、芸面分身の文化も大和盆地で、発見されなければおかしいことになる。岸和人伝の芸面分身の記述を考慮すると、邪馬台国当選説も否定されることになるでしょう。和人が入れ墨をしていたことになっているんだけど、古事記には入れ墨の描写がなく、日本書紀には入れ墨の描写が一箇所だけ存在している。神武天皇の時代だよね。神武統制及び神武天皇の崩御までの動画は過去に作成している。実際には神武天皇どころか、日本神話の時代から神宮皇后が朝鮮半島に介入し、崩御までの動画はすでにできているんだけど、神武統制が行われ神武天皇が大和の橿原で即位しました。この後に、神武天皇は地元の有力者の娘である姫たたらい鈴姫に挨拶に行くんだけど、
この時に大久米の御事が神武天皇の気持ちを伝えるために、姫たたらい鈴姫に近づいたわけだ。姫たたらい鈴姫は大久米の御事の顔に入れ墨が入っていることに気がつき、驚いたって話なんだけど、和人は入れ墨の文化があったわけですが、大和には入れ墨の文化がなく、姫たたらい鈴姫が驚いたのではないか?とも考えられている。日本書紀だと武勇誉まれた柿大久米の御事が、目に入れ墨を入れていたって記述だけなんだよね。大和王権の前身の勢力は二荷の御事が天孫降臨して以来、九州の氷室にあったことになっている。氷室三代とも呼ばれていましたから。九州の和人は入れ墨の文化があったようなんだけど、氷室からは芸面土偶や、芸面絵画が出土されておらず、芸面分身の文化がなかったとも考えられる。和人の入れ墨の記録に従えば、邪馬台国と大和王権は明らかに、別の王朝だとも感じるんだけど、余談なんだけど、古代日本において大和王権と氷室は、深い関係にあったんじゃないかと思う。皇室は氷室から神武統制で大和盆地に来たことになっていますから。氷室って、サイトバル古墳群もあるし、大和王権と関係が深そうなんだよね。サイトバル古墳群ができたのは、奈良盆地で古墳が築造され始めてから、少し遅れて作られたことになっているぜ。ということは、大和王権の古墳系の技術者が氷室まで行ったか、氷室の人が大和まで行き古墳を見て真似したのかの、どちらかって感じかしら。大和盆地とサイトバル古墳群を考えるとロマンがあるよね。ここまで言っておいて申し訳ないんですが、岸和人伝には和人が入れ墨をしていた記述がありますが、実際には和人は入れ墨をしてはいなかったのではないか?とする説も存在している。ここまで来て、どんでん返しのようで申し訳ないんですけど、儒教の経典である来記には、次の記述が存在します。来記からの抜粋です。東方に住んでいる者を江と呼び神を言わず身体に入れ墨をしている。南方に住んでいる者を番と呼び額に入れ墨をして足を交差して眠る。上記の記述を見るとわかるように来記では東にいる異民族は身体に入れ墨をしており、南方の者は額に入れ墨をしていると記載されているわけだ。騎士官伝には馬官、弁官、神官の者が体に入れ墨を入れていたような記述もあり、遠いに数えられる漢族は儒教の考えに従い入れ墨があったとしたわけです。くだらなんかも入れ墨の記録がありますよね。当時の中国では日本の位置が東南にあったとも考えられており、和人が体と顔に入れ墨があるべきとする思いが強くあり、陳寿は和人は顔や体に入れ墨があったと記述したとも考えられているぜ。陳寿は事実よりも先入観を優先させ、和人の体と顔に入れ墨があったと書いてしまったってことかしら。このあたりは不明だよね。先にも言ったんだけど、邪馬台国から義和朝綱の使者などが何人も行っているわけであり、和人の入れ墨を見た人も多かったように感じる。そのあたりは何と言えばよいのやら、当時の洛陽にいた人なら知っているとは思うんですけど、今となっては和人の顔に入れ墨があったのかは不明ですよね。それでも、魏志和人伝を普通に読めば和人の顔や体には入れ墨があり、芸面絵画や芸面土偶が発見されていることを考えれば、和人の顔には入れ墨があったんじゃないかと感じております。実際にタイムスリップしてみたわけじゃないから、何とも言えない部分があるんだけど、和人に入れ墨が入っていなかった説は渡辺義弘さんの、魏志和人伝の謎を解くを読んで記載しました。ここでは長官役に記載したんだけど、実際にはもう少し詳細に記載されております。渡辺さんの本は様々な文献を取り出し、多角的な分析をしており、改めて魏志和人伝の楽しさを知った次第です。概要欄にリンクは貼っておきます。ウプ主は渡辺さんとは違ったことを言っているのに、書籍を紹介するのも変だと思うかもしれないんだけど。それでも、すごく勉強になりましたし、良書だと感じております。知れば知るほどに謎が深まり面白いのが、邪馬台国と魏志和人伝ですから。このシリーズもせっかくなので、邪馬台国だけではなく和人の生活や、魏志和人伝に記録された和の小人の国である主樹国なども、紹介したいと考えております。羅国とか国四国までは紹介できるのかは不明なんだけど、気づいた方がいたかどうかは不明ですが、今回から背景のゲームがツリーシミュレーターの2023年度版に変わっております。多分、気がついた人はいないと思うんだけど、背景としてお世話になるゲームなので、どこかのタイミングで紹介したいと考えております。
去年はツリーシミュレーターの2022を紹介したんですけど、今年は2023年版を紹介するということで、ツリーシミュレーターの紹介を期待している人がいるのかは不明なのですが、お世話になっているゲームなので紹介したいと考えております。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきましょうか。この動画が面白かったら概要欄から Twitter の登録及び、ブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。